皆様こんばんは。広報の中川です。アジア選手権団体戦、今日で3日目が終了しました。今日は男女ともに日本がアジアのトップ4に残るために非常に重要な一日となりました。詳しいことはこの後松本コーチや、選手から直接聞ければなとは思いますが、これ実はですね、いつも松本コーチが、選手チョイスして出てきてくれてるんですけど、今日は一体誰が出てきてくれるのかっていうのも楽しみにしながら、選手をお呼びしてみましょう。あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日一日お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。疲れました？今日。疲れました。疲れました。でもいい疲れです。いい疲れ。ああ、よかったです。いや、今日本当に、なんだろう、僕も日本で、ちょっと、時間あるときずっと試合見てたんですけど、ちょっとぜひ結果を聞かせていただければと思いますが、松本コーチ、お願いしてもいいですか。はい、昨日予告した通り、男子、女子とも、ベスト4進出をかけた、大事な、女子は韓国戦、男子はパキスタン戦になりました。で、結果から言いますと、女子は2勝1敗。で、韓国に勝ってベスト4進出。おお、よかった。男子も、パキスタンに2勝1敗で、史上初にパキスタンを破るという快挙がベスト4行きました。男女ともにベスト4おめでとうございます。あ、いや、お疲れ様です。はい、ジョイトーナメントに進むにつれても絶対落とせない一戦だったと思うんですけど、里見選手いかがでした？そうですね、ちょっと今日はやっぱり勝ちたいという思いが前に出てしまってすごく力んでしまったんですけれども、まずはトップバッターとしてリサちゃんにちゃんと 3-0 で回せたのでよかったかなと思ってます。ああ、よかったです。杉本選手は里見選手回してくれてどんな感じでした？やっぱ緊張しました？そうですね、まずこの韓国戦の前の2試合がすごく自分 そのプレーがマッチしなくて、すごい不安な気持ちが強かったんですけど、チームメイトがこう私のパフォーマンスを信じてくれていたので、すごいコートに入った韓国戦のコートに入った時には本当に自信を持ってプレーできたので、本当に団体戦っていいなって感じました。ああ、すごい真面目ですね、今日。いつもと違う。ああ、よかった。でも本当よかったですね。なんか、あれですか、試合前とかで、なんか意識してることとかあるんですか？こういう国際、大きい国際大会になったら、日本で行う試合と、なんかそこら辺って一緒ですか？どうしよう、これじゃあ、リサさんどうですか？そうですね、日本の大会と国際大会が違うのは、試合前に練習ができたりとかするので、そこでどれぐらいその日 の調子がフィーリングがいいかみたいなところを確認できるところがやっぱ日本の大会と違うところなので、そこら辺は結構集中してその試合に入る前にどんな感じかっていうのを確かめるようにしています。なるほど。ちょっとリサ選手のコメントが多分すごい真面目すぎて、里見さんニヤニヤしてるんですけど、里見さんどうですか？里見選手はどんな感じなんですか？結構違います、日本の試合とやっぱ国際大会。ちょっとすいません。データがいいだけど、もうちょっと待って。ちょっとね。待って、はい、はい、すいません、もうスタジオに戻します。はい、ありがとうございます。ちょっと僕もさっきはすごい後ろ気になるんですよね。はい、意識してることか。はい、もうこっちが気になりすぎて全然入ってこない。そうです、日本の試合も海外の試合もなんですけど、やっぱり私すごく緊張しいなので。あ、そうなんだ。へえ。はい、実は。なので、そこのコントロールですかね、気をつけてやっているのは。ちょっとすいません、もうちょっと静かにしてもらえるかな。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、明日はどこと対戦になりますか？マレーシアです。マレーシア。違います、マレーシアです。マレーシアです。マレーシアと。
ちょっとぜひ意気込みを聞かせていただきたいんですが、じゃあ里見選手からお願いしてもいいですか。明日の意気込みを。そうです、明日のオーダーいいんですか。オーダーは言っちゃダメです。ダメですか、はい、じゃあどこの国の人がね見てるかわからないから。なるほど。マレーシアがこう警戒してこの動画見てるかもしれない。言っちゃダメ。じゃあとりあえず誰が相手になるのかはこっちもわからないですが、うん、全力でこのチームメイトと、まあ、他にもいますが、つなげられたらいいなと思います。つなげられたらいいなと思いますっていう時点で一番手出るって言っちゃってるからダメだよ。でも言ってないからいいんじゃない。今のところじゃあちょっと編集してください。もう どっから使っていいのか分かんないですもん。いや、もうマレーシアチームにも私が出るのはバレてるんで大丈夫です。了解です。もう全力でいくということで。はい、はい、じゃあ杉本選手は出るかどうかはまだ分かりませんが、意気込みお願いします。まあ出るとしたら、まあチームに勢いのつけられるようにトップバッター頑張りたいと思います。よかった。まあ声も少しも頑張ってください。はい。はい、じゃあ女子選手のお二人ありがとうございます。ありがとうございました。サッカー後ろでなんかいろいろ見えるんですが、あ、絵ですか。あ、絵ですかね。今日も綺麗な花が咲いてます。あ、よかったです。じゃあ里見選手、リサ選手、今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、出番だよ、出番だよ。はい、もう出番だよ。見切れてる、見切れてる。見えてない、見えてない。え、はい。眠いよみたいな感じがし。もうだいぶ眠いから。もうほてってる。はい。お、男子選手は。今日は筑江龍之介選手と小林亮生選手ですね。お疲れ様です。重要なパキスタン戦お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、パキスタン戦はあれですかね、小林選手が1勝して、で1勝1敗な回ってきたところを最後龍之介選手が決めたっていう感じですかね。そうです、そうです。はい、その時のぜひ感想だったり聞きたいんですが、じゃあまず亮生選手聞いてもいいですか。どうでした試合は。まあ自分はなんだろうな、こう一応ランキング的には相手が40位くらいで、まあ自分が60位くらいだから、一応数字的には一応格上なんだけど、相手のことも昔からよく知ってるし、あのタイプも知ってるから、すごい自分の中で作戦練って、それが2ゲーム目落としちゃったけど、それが後々聞いて最後いい感じで締められて、でポジティブな空気を自分で作れて、2番手の選手に、友高に渡したんで、その時点でチームの雰囲気はかなり上がって、うん、良かったかなと思います。自分はすごいいいプレーできて、もうなんか自分で思い描いてた試合の運び方ができたから、自分そうですね、今日の試合は納得しています。よかったです。もう満足のいく試合ができたと、いうことですね。ありがとうございます。松本コーチから見ても小林選手今日良かったですか。そうですね、本当に集中して、今こうやって動画で映ってる表情とはまた別の顔というかね、本当に、勝負師の顔でしっかりやってくれたので、コートに行く時からもこの日までと全然違うぐらいピリピリ緊張感がある状況だったので、本当にね、みんなにいい空気感を作ってくれたと思います。ああ、よかったです。お疲れ様です。はい、でここでじゃあ1勝1敗で回ってきて、最後試合を決めた龍之介選手、お疲れ様です。どうでしたか。お疲れ様です。そうですね、暗い。まだ泣いてんの。全然今大会全然泣けなくて悔しいんですけど、まあ、今大会は結構チームメイトに迷惑というか、まあ、負担をかけてしまう場面が多くて、まあ、僕自身今日が山場の試合でベストなパフォーマンスできるかどうか不安な部分もあったんですけど、まあ、亮生と遠藤さんがいい感じで回してくれて、まあ、結果的に勝ちにつながったっていうのは、もちろんチームみんなで勝ち取った勝利だと思うので、その辺はすごい
まあ、試合後終わった後泣いちゃったように見えたかもしれないんですけど、すごい安心しましたし、このチームで決勝トーナメント進めたのが本当に今は嬉しい気持ちでいっぱいです。よかったです。結構あの龍之介選手勝って、まあ、泣いてるように見えたあのコメント動画は結構日本でも反響あったと思うんですけど、やっぱこう込み上げてくるものありました、勝った瞬間は。そうですね、泣いてはないんですけど、まあ、皆さんからそういった言葉をいただけるということは、まあ、すごい嬉しいですし、うん、まあそうですね、また次も勝って泣けるようにしていきたいなと思います。いや、ありがとうございます。なんだろうな、なんかあの涙見て、もうやっぱ日本選手この大会に本当かけてるんだなっていう思いが本当ひしひしひしと伝わってきて、なんかすごい、そうですね、僕はツイートする側なんですけど感動しましたね。ありがとうございます。後ろの絵の方にもちょコメントいただければと思うんですが応援番長、応援番長、チームリーダー、今の中であの林選手の名前が一言も出てこなかったんで、大丈夫ですか。いや、もう応援オブザデーはもうもう会場一チームリーダー林選手、あの応援見ていてどうでしたか、男子選手の動きは。ちょっと声が枯れちゃってて聞かれないんですけど、すごい良かったと思います。応援お疲れ様です。あとで、明日は男子選手は、朝一はどの試合になりますかね。マレーシア戦ですね。マレーシア戦、男女どっちもね、はい、マレーシア。あ、男女どっちもマレーシアですね。まずちょっとオーダーはここでは明かせないと思うんですけど、まあ、出るとなった時の意気込みだったり聞かせていただいてもよろしいですか。じゃあ最初、つくえ選手。はい、あれ選手、もう応援のアップを。応援のアップ。先生、喉の調子。12時間前からアップしないと。あれ選手。龍之介選手、泣いてます？大丈夫ですか。大丈夫です。アイシング。アイシングした。つけ選手、明日の意気込みを聞かせてください、最後に。でオーダー本当にいいっすよね。覚えて言っちゃったからね。カットできない。そうですね、多分回ってくるとしたら僕の場合オーダー順的に11だと思うので、まあ回ってきたらあ、そうね、うん、回ってきたら、まあ、確実に勝ちにつなげられるように、また嬉しい涙で、嬉し泣きで皆さん、泣いたの？あ、いや、嬉し泣き風で、嬉し泣き風で、はい、報告できたらなと思いますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。はい、もちろんです。めちゃくちゃ応援します。お疲れ様です。じゃあ、一番手で、涼瀬選手、出るかどうかまだ分かりませんが、林選手が出るかもしれませんが、コメントいただいてもよろしいでしょうか。どっち？あ、僕？はい。はい、もともと、まあ、今日ね、パキスタンに歴史、史上初、うんうん、あの勝利を挙げられたのはもちろん嬉しいんですけど、もともと自分たちの中では決勝進出が目標なんで、まだ目標達成してないんで、はい、自分はまたベストを尽くして、まあ、引退試合もかかってるんで、全てを出し切って、後悔ないように、とにかく試合を楽しんで龍之介につなげられたらと思ってます。はい、ありがとうございます。多分日本スカッシュ界は引退をさせたくないと思いますが、はい、とりあえず明日も応援します。はい、はい、じゃあ林選手、明日の意気込みも最後に。引退試合、林選手引退試合、明日が応援の引退試合になるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。男子選手も女子選手も応援します。今日お疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさい。